皆さんもお風呂は入りましたか？ここは眠れない皆さんが集まるカフェ、シーパルシープです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え頑張ったお客さんたちで賑わっています。ということで、窓を着ている皆さん、入店ありがとうございます。シーパルシープのお時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz、アプリはリスンラジオ、マイチューナーラジオをジャックして放送しております。メッセージはロンロン IGQ@gmail.com、 nonnig9@gmail.com までお待ちしております。 X でもハッシュタグシーパルシープをつけて感想いただけると嬉しいです。それではお時間まで私ロンのおしゃべりに皆さんお付き合いください。台風13号が近づいてきていますが、皆さん安全に過ごしていますでしょうか？こんばんは、オーナーのノンです。はい、皆さん多分今夜が最接近と言われていますが、今日前日の時点ではもう風が少し強くて、雨がね、私が知る限りでは降ったり降らなかったりで、なんか潮の匂いがしましたね。今日はというか前日なんですけど、まあその放送日の9月14日土曜日11時30分はどうなってもいますかね。ちょっと被害が心配ですけど、なんかちっちゃくなるべく少なく済めばいいなと思います。皆さん十分に気をつけて、台風には慣れている、沖縄の方だと慣れている方も多いかなと思うんですけど、めちゃくちゃ慣れててもまあ油断をすると危ないので、お家にこもってゲームでもしたり、このラジオを聞いたり、今日は早く寝てみたりとか、まあ、お家にこもって皆さん休める時間にしましょうそれでは早速第17夜シーパルシープ始めていきましょう。のんの本日のおすすめは、20代の頃にやっておきたかったこと、もう一回、20代の頃にやっておきたいこと、やっておきたかったことですね。この理由にしたのは、あ、理由ね、なんかおかしいな今日お酒も飲んでないのに、このノンの本日のおすすめをこのテーマにした理由は、私がそろそろ誕生日で21歳になるので、なんか20代1年目を終えて、なんか皆さんに聞いておきたいなと思って20代でこういうことやっとくといいよっていうのをね、教えてほしいなと思ってこのテーマにしてみました。20代1年目はすごくすごくあっという間で、なんか充実はしてたと思うんですけど、風のように過ぎていきました。去年の今頃はまだ10代だったのか、ギリギリライブも何回かやることができたし、まあ学校の方もちゃんと単位も取れて進学もできましたし、まあ、一旦卒業とかで友達とは離れ離れになっちゃって、
あ、寂しいなっていう瞬間とかもあったんですけど、基本的には楽しく充実した二十歳を送りました。あ、そうだ、お酒も飲めるようになったしね。なんかお酒飲むのが好きだったみたいで良かったなと思います。最近はお酒を飲みながらキュウリを食べるのにハマっていてでももうキュウリ旬じゃないから、日本で300円とか298円とかで、ちょっと高いんですね。なので控えてるんですけど、そのどうやったらキュウリを一番美味しく食べれるかっていう研究をしてますごま油となんかだしと混ぜて、なんかそう比率を頑張って調整してますねそう、なんか美味しいおつまみとかあれば教えてほしいな今度そんなそれもやりますかじゃあそれではメール紹介していこうかな。ここら辺でメール紹介します。1つ目はヤンポーさんです。ありがとうございます。ヤッホーヤッホーヤンバル東村からヤンポーだぜ。して20代の頃にやっておきたかったことかそうだな、モデルのスカウトにディズニーランドで16歳の頃に会ったから、モデルの仕事をやっておきたかったかな。すごい。でも売れていたかは知らんけど、姉さんかっこ三女が断らんけ、今頃もしかしたら大スターになってたかもよ、知らんけど。でメッセージはこんなでいいかでありがとうございます。すごい、モデルのスカウト、へえ、じゃあモテモテだったんじゃないですか当時もしかしたらね、続けてたら大スターだったかもしれませんね。ちょっと次ヤンポさんありがとうございました。次ヤンケチさん、いつもありがとうございます。みんちゃんこんばんにゃ、こんばんなにゃヤンケチです。今夜のおすすめ、20代の頃にやっておきたいこと、やっておきたかったこと。もう過去になる時代ですが、やらずに後悔するより失敗して後悔しよう。そうですね、20代は9年間もオアしかない冒険をおすすめします。あ、9年間もオア、9年間しかないってことかね。え、10年あるんじゃないですか。20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、10年あります。ちっちゃいことはいいかごめんなさい冒険ね、旅とかしたい。そっちの冒険、いろいろ冒険してみようってこと、いろんなことにチャレンジしようってことかな。どっちもか、ね、一人で旅とか行きたい。なんかよく旅行に行けとか言われますよね。なんか20代の頃にやっておいた方がいいことなんせんみたいな本とかいっぱいありますよね。それもちょっと参考にしつつ、いい20歳の終わりと21歳の始まりが迎えられたらいいなと思います。じゃあそれではコーナーの方に移ります。本日の店内 BGM、このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、私の最近の音楽活動のお話をするコーナーです。早速本日の店内 BGM を紹介します。インディゴラエンドさんで ABCDC。それではまずインディゴラエンドさんについて軽くご紹介します。
ギターボーカルが川谷絵音さん、ギターが長田カーティスさん、ベースが後藤良介さん、ドラムが佐藤栄太郎さんの4人で構成されたバンドで、4ピースバンドで、2010年にギターボーカルの川谷絵音さんが中心となって結成されたバンドです。もう川谷絵音さん何個バンドやってるんだって感じなんですけど川谷絵音さんがやってるバンドは過去に一度違うバンドを紹介しましたね。第3っていうバンドなんですけど、川谷絵音さんは他にもゲスの極み乙女だとかジェニーハイとかイチコロっていうバンドをやってますね。もうすごいですよね。他にもプロデュースいっぱいしたりとか、もう本当に一人でそれをできてるのが本当にすごいですよね。いつ寝てるんでしょうって私はずっと思ってるんですけど、本当にすごい、もうすごいしか言うことがないけど、本当にインディゴラエンドさんは本当に大好きで、よく、ね、夜とか運転してる時によく聞いてるんですけど、実は今回紹介した ABCDC っていう曲はインディゴラエンドさんの曲ではなくて、クリープハイプさんっていうバンドがいて、その方々が2024年8月28日つい最近ですね、1ヶ月くらい前にトリビュートアルバムを出しまして、もしも生まれ変わってたら外こんな声になってというアルバムを出したんですけど、その中でカバーとして歌われてた曲です。これ原曲も今日どっかで流そうかなって思ってるんですけど、本当にもうどっちもよくって、なんかなんて言えばいいんだろう、もうどっちも好きなんですけど、そう、じゃあまずこのトリビュートアルバムの紹介からしようかなと思います。このトリビュートアルバムは11組のバンドが参加してて、まず世界の終わりさんがしおりって曲を歌ってて、ヨルシカさんがユウサンさんで、テンビートさんがテトテで、ユニゾンスクエアガーデンさんがイトで、あのちゃんが社会の窓で、そのインディゴラインドさんが ABCDC で、ワーツさんが危険の遊び、東京スカパラダイスオーケストラさんがナイトオンザプラネットで、ウルフルズさんが2030、マイヘイズバットさんがただ、バックナンバーさんがバンドっていう並びになってるんですけど、これ私全部聞いたんですけど、全部本当にいい。多分原曲を知らなかったらもうこの人たちの曲なんじゃないかっていうくらい、もうめちゃくちゃいい曲たちなんですけど、一番私に刺さったのがインディゴラエンドさんの ABCDC で、なんかこれ最初夜眠れない話から始まるんですけど、眠れない夜のことっていう歌詞を歌っただけでインディゴラエンドさんの曲になるっていう、このすごさ、オープニングじゃない、間違えたイントロもちょっとだけ違うんですけど、それも本当にインディゴラエンドさんっぽくって、ぽいってまあ本人たちがカバーしてるから、もうなんていうなんか私なんかもうとりあえずいいってことを伝えたくて、でも下手なことは言えないから、なんか考えたんですけど、そのいつ聞きたいかっていうか、どこで聞きたいかがちょっと2つの曲で違うかなって思って、私のイメージでは
剣客はなんか眠れない時とか、まあ、歌詞にもあるように、なんか嫌なことがあった時とか、ストレス発散したい時とかに自転車をめっちゃ漕ぎながら、なんか帰り道とかに聞きたいなって思ったんですけど、なんかインディゴラインドさんはなんか疲れすぎて眠れないとかじゃなくて、なんか今日眠たいけど眠らなくてもいい気がするみたいな、なんか違うかな、なんか分かんなくなんかみたいな、とりあえず自転車をめっちゃ走らせるんじゃなくて、歩きかなんか電車とかで聞きたいなっていう感じでまとまらないあとこの曲着眼点が面白くて、 ABCDC っていう曲名なんですけど、曲の構成表してて、最初 A メロについて歌ってて、次 B メロについて歌っててみたいな感じで、その歌が思いつかないっていう歌詞も出てきたりとか、その曲が書けないっていうことを曲にしてるっていう、ちょっと面白い曲なので、なんか皆さん注目して、そこにも注目して、まあ、原曲とも聴き比べて聴いてほしいなと思います。これなんかフェスとかで、今多分フェスとかまだまだいっぱいやってると思うんですけど、大きいフェスがあった時にこの11組のアーティストとクリープハイプさんが一緒に集まってというか、同じ日とか、まあ別日程でもいいですけど、もう同じ時期に生で聴けたらもう最高ですよね。もうそんな贅沢していいんかってくらい、これライブで聴きたいな沖縄でもやってくれないかな、大きいそういうフェス内地くらいの動員で、もう道がすごい渋滞するくらいのやってほしいな、いいなそうだ、20代のうちに絶対フェスは行きたいですね。さっきの話に戻るけど20代と言わず、ここ 1,2 年で絶対行きたいっていう目標があります。あと、そう、クリープハイプさんの回も、まあ、後々やろうと思ってたんですけど、クリープハイプさん、このアルバム名とかシングル名とか結構私いつも好きで、今回ももしも変わったならそんなそっとこんな声になってっていうアルバムなんです、アルバム名なんですけど、もういいですよね。多分クリープハイプさんのボーカル尾崎世界観さんが特徴的な声で、その声について歌った曲とか、その声でなんて言うんだろうな、そうですね、その声について歌った曲がある中で、こんな自分はこんな声だけど、こんな声にもなりたいっていう思いでつけたのかなって考えさせるような、こんなアルバム名で、めちゃくちゃ、あ、もう何言ってるか分かんなくなってきたいつもいいなと思ってるんですけど、
クリパイプさんのアルバム名、今回も特にいいなと思って、私的には そこもいいって感じるポイントでした。よくインディゴラインドさんもクリパイプさんも結構私の番組では流しがちのバンドになると思うので、皆さんチェックしてみてください。さてそろそろシープあるシープも閉店のお時間が近づいてきました。皆さんも眠たくなってきましたか？本日ものんのんしゃべりに付き合っていただきありがとうございました。来週の本日ののんのんおすすめは、老後にやってみたいこと。先週の話題でも出ましたね。皆さん老後になったら何をしたいですか？てか何歳から老後、仕事辞めてからか、何歳くらいまで働きたいなとか、まあ老後の人生設計とか人生計画、まあやりたいこと、何でもお送りいただけると嬉しいです。メッセージはのんのん igq@gmail.com nonnig9@gmail.com までお待ちしています。9月17日火曜日の昼の12時、9月17日火曜日の昼の12時までに送っていただけると嬉しいです。それではスイートスパイダーとともに皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。